こんばんは、ケイティホームチャンネル、ケイティです。今日は、先日ご紹介したシグマのレンズ 17mm から 70mm F2.8 から F4 の、今ですね、この動画を撮ってるこのレンズについて、2ヶ月ぐらいですかね、使っての感想っていうものをもう一度ご紹介したいなと思います。というのも、今日、少しですね、山、渓谷の方に、入って撮影をしてきたんですけれども、そこでの、動画と静止画の、写真や映像を見ていただきながら、僕が実際にこのレンズに、感じた部分を、レビューさせていただけたらなと思ったので、では、まずは実際に今日僕が行って撮影させていただいたいろんな写真と動画をご覧いただいて、その後に、少しレビューをお話しさせていただきたいと思いますので、では、先にどうぞ。いかがでしたでしょうか。実際にいろんな角度であったり、そうですね、焦点距離、または ISO 感度であったり、シャッタースピード、絞り、変更して撮影をしてきたんですけれども、この 17mm から 70mm、非常に普段使う焦点距離として、すごい便利だなっていうのがまず第一印象です。広角、の方から、ある程度の中望遠のところ。で、僕が使ってる一眼レフが APS-C サイズの、カメラなので、実際にフルサイズ換算すると焦点距離が 1.5 倍になります。なので、望遠端では、105ミリぐらいも、撮影ができるので、例えばですね、飛行機を撮りに行ったりとかっていう場合も、普通は望遠レンズ、200mm とか 300mm を持っていく方が多いと思うんですが、望遠端で、70mm 側で撮ったら、意外とですね、近いところで撮影ができる。で、D7200 に関しては、クロップ撮影ができるので、プラス 1.3 倍、といった焦点距離を稼ぐ撮影ができます。なので、十分、この1本で、ずっとつけっぱなしであっても不便することなく撮影ができるいいレンズだなっていうのも感じました。実際に、ちょっとした人物のポートレート、風景のスナップ、あとは少し望遠側にして寄ってのマクロ撮影であったりとか、いろんな絵作りの楽しさが、できるカメラのレンズになってるんじゃないかなと思います。そして、シグマさんのレンズ、純正と比べて非常に手頃な価格帯で出してきてくれてるっていうところも非常に魅力の一つなので、僕にとってこのレンズ、非常に、価値のある、使いやすい、いいレンズだなというのが率直な感想です。難点を挙げるとすれば、フルタイムマニュアルではないので、動画を撮影するときは、マニュアルに切り替えが必要といったところがちょっと、手間かなっていうのを感じるぐらいですかね。今回この使用させていただいたシグマの 17mm から 70mm の、レンズのレビューになりましたが、ぜひまた次回の動画も見ていただけたらなと思います。では皆さん、バイバイ。また見てください。ぜひフォローもお願いします。